ちょっとタイム。扉が開いてるじゃんね。ちょっと待って。はい、戻ってきました。何が気になったかって今洗濯機回してんだよね。うるさいんだこっちの洗濯機。さあ、フランスは、ちょっと待って。本日の日付。本日は9月の何日だい ?25 日でございます。はい。25日だわ。もう9月終わりじゃん。というわけでね、フランスはね、ここ数日、寒くなってまいりました。先週はね、結構ね、先週じゃないな、今週の頭は結構ね、暑かったんだけどね、ここ2日ぐらい寒くなってきましたね。なんかもう完全に、あれですわ、秋ですわ。うん。秋で、天気もなんかちょっと悪いしね。なんか、冬が来んのかな、みたいな、もう。もう秋超短いからね、秋って何ぐらいのもう秋一瞬みたいな、もうねほとんど冬って感じだって。もうあれだよ、最低気温あれだからね、一桁だからね。うちはさ、あれだから衣替えとかしないから、全部吊るしてあるからさ、衣替えとかする必要全然ないんだけど、でも布団とか出さなきゃいけないからね、まだめんどくさいと思いながら、でも布団さとか出しながらこっそりまたね、いらないもの捨てようと思ってんだけどね。なんかね、あれですよ、またくどいくらいに流行り病の話ですけどね。南仏の方がひどいことになってきましたね、かなり。南仏行きたいと思ってたけど、ちょっと行けそうにないわ、しばらくまた。なんかね、あれですよ、またあれですよ、レストランとか閉まるかもしれません。もう勘弁してよ、本当に。やっとレストランで食事できるかという感じになってきたっちゅうのに。っていうのもね、いやいや、この前ね、久しぶりにね、数日前またパリに行ったわけですよ。でね、レストランで食事をしたんだよね。で、そしたらさ、そこはね、いつもね、予約取らないと入れない店なんだよね。うん、ランチで行ったんだけどさ、なんか予約の電話したらさ、なんかあっさり取れて、おお、あっさり取れたと思って行ってみたらさ、誰もいねえの。うん、私らしかいないみたいなね、感じで、一組しかいなくて。で、それでさ、貸し切りじゃんみたいなね。っていう感じだったんだけど、まあ、その後もう一組入ってきたからね。でもなんかね、いつも予約を取らないといけないような店が、もうすっからかんじゃない、なんつうの、かんこどりで、それで全然なんつうんだろうな、まあ知ってる店だからね、以前からちょこちょこ行ったことある店だから、知ってる店だからさ。でも久しぶりに行ったからさ、店員さん覚えてるかなと思ったら、しっかり覚えてたら、ちゃんと覚えて、顔覚えられてて、あ、すみません、みたいな。まあ、そこはね、結構美味しい店だから、あれなんだけどさ、まあ、久しぶりに行ったけど、あんな人がいないんだね、やっぱりね。レストラン業大変だね、あれね、ちょっとね。でさ、そこのさ、店に行くまでに、他にもいろいろ店がいっぱいあって、まあ、カフェ、ブラスリーみたいなやつがね、いっぱいあって、でそこは結構人入ってたわけ。まあ、テラスがあるからだと思うんだけど、テラス席があるし、そこはね、その日はね、天気良かったからね、みんなテラスでね、テラスっつってもさ、でもさ、みんなさ、本来は道路のところにね、今許可出たんだろうね、あれね、ダーッとレストランがあるところ、道路にみんなテーブル出して、外にテーブル出して、普段はそんなことないんだよ、だって。ちゅうかさ、普段テラス席ないようなところが、ね、これ幸いと道路にテーブル出して、テラス作って、まあ、やってんだけどね、店ね。でもその店は、私ら行った店はテラス出してなかったんだよね。まあ、もともとテラス席のない店だし、そうやって、まあ、テラスでわわキャキャ食べるような店でもないんで、ちょっと落ち着いた店だからさ。そしたら、テラスないと全然入んないんだね、やっぱりね。ああいう天気のいい日とかね。別に私ら気にしないから、いつもあれなんだけどさ。だいたい中で、外でもあるけど、食べることあるけど、あんまりでもこの時期、ね、こういうご時世の中であんまり外で食べたくないんだよね。中で食べた方がよっぽどいいと思うんだけど、私。いろんな人が通る狭い道で。なんかね、ある程度の広さがあって、もう周りに座ってる人しかいないよっていう、なんかそういうテラス席だったらいいんだけど、あんなさ、人がさ、しょっちゅう通るところでさ、パタ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 人が歩くところでさ、こう、なんつうの？テラス席出して、そういうとこで外で食べるっていうのはちょっとね、私ね、ちょっと抵抗あるんだよね、本当に。だから落ち着いて座ってなんかこう食べたりできるテラス席ならいいんだけど、人が目の前通るようなところのテラス席とかね、だってさ嫌じゃん、なんか道路人が歩いててね、
パー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 なんか撒き散らして歩いてるかと思うと。というわけで、やっとあのファスナーが手に入ったので、これをつけてまいりますが、さて今日中に仕上がるでしょうか。いやでも多分今日こそ言うよ、うん、今日こそ本気で言う、今日中に仕上がる、うん、と思う。だってさ、今まだ昼前だからね、うん、珍しく昼前だからね。なんでね昼前でね撮影できてるかっていうとね、今日天気悪いから太陽隠れてっからさ、うん、直射日光当たらないっていうね、うん、なので撮影ができるわけでございます。はい、しかも、今のこの時間帯は家人がいない時間帯なので、サクッといない時にね、うん、とは言っても結構これ終わるまでね、最後のとこあと3段あるのに結構時間かかると思うけどね、ちんたらちんたらだからなんつったってほんと時間かかるこれどうしようこれ、もうあれだね、メディアス風ってのはもう時間かかるから、もう覚悟でやんないとね、これ本当にこんなに時間かかると思わなかったわ。まあまあ私は悪いんですけど、はい、すぐファスナー買いに行けなかった私が、中華さしょうがないよねだってそんなね、前みたいにサクサク出かけられる状況じゃないし、そう本当にね、だからね、すごいんですよフランス、やばいんですよ。まただってほらレストラン閉めるかもとか言ってるぐらいだからさ、小さいなんつうの、何、ライブハウスとかね、またそういうレベルに来てるらしいからさ、本当閉めてもらったら困るんだけど、レッドゾーンに指定されてるところをなんか閉めるかもみたいなことをなんか昨日ブツ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 うちの家人が言ってて、いや昨日久々にねうちの家人仕事に行ったんですよ本当にね、うん、フリーランスの仕事だからね、なかなか仕事がやっぱりこの時期なくて、イベント関係だからね、で昨日久々に仕事があってね、もう行きたくないっていう感じでやっとの思いで行ったけど、働けるのは嬉しいけどめんどくさいみたいな、その行きたくないみたいななんかね、ジレマだよね、うん、でそれで超久しぶりに仕事に行って、でそれで昨日帰ってきたらなんかブツ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 そんなこと言ってたから、でこううちの家人は結構なんていうのかな、そういうとこ真面目なんでマスクをねしてたわけです、もちろん、うん、だってしてかなきゃいけないし、しなきゃいけないし、なので普通にマスクしてったら他に誰もしてる人がいなかったっつって、え何それっつって、うん、だからさ、そういうなんていうのかな、そういうところで働いてる人もなんかこう結構いい加減だねみたいなねで店ご飯食べに行ってもベラ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 みんな正面で喋りやがってみたいなことを言ってたけど、どこでね一番感染がね広がってるかってね、フランスでまあ分かってるのはね、やっぱり家族内が一番感染多くて、で特にその普通の家族の家庭でこう普通に暮らしている時っていうよりも、例えばね夏休みバカンスあったでしょ、その間にほら家族とかが集まってちょっとさパーチーとかさ、なんかいろいろ大人数が集まったりなんとかしてね、そんな感じで集まってそうクラスターを起こっちゃうみたいな、それが結構一番多いらしくて、やっぱりそのパターンが、で次がやっぱレストランで大人数で集まってワーワーキャーキャーやってうつるっていうクラスターね、うん、っていうなんつうの、そのタイプが結構多いらしくって、だからなんて言うんだろう、やっぱりね食べる場所ってのは気をつけなきゃいけないみたいでさ、だからそれ考えたらね、黙ってご飯食えみたいな感じになっちゃうとねちょっと寂しいからあれだけど、でもなんかそういう意識があんまりないっていうか、そういうの分かってたらちょっと気をつけてさ、ちょっと控えめに喋ったり、喋るにしたもね控えめに喋ったりとかさすりゃいいのに、そういうのも全然なくっていう感じで、なんか非常にうちの家人はイライラしながら昨日は仕事をしていたようです。はい、いやでもねひた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 とね近くにねこう近づいてきてんだよねやっぱりねっていうのを、うちの家人のね友達もね実はねかかってね、でそれでねかかってる期間の間うちの家人その人に会ってるんだよね、で気がつかなかったっていうか、まだその時は分かってなかった、でもどうも疲れるのはおかしいなっていう時期だったらしくって、やばいじゃんそれってみたいなね、ほんとすぐそばだよねいるよねっていうね状況だったから、ちょっと私もね、やっぱり気をつけないとなと思って、どこで映るか分かんないっていうか、もうね本当にそういう感じだから、
で、まあ幸いその人のね、家族はね、全然映ってなくて、で、子供さんとかね、奥さんとか全然映ってなかったの。奥さんなんかね、特に、あれなんて、看護師なんだけど、実はね。で、奥さんとか全然映ってなかったからよかったんだけどさ。まあでもそうやってね、家庭内でもね、映らないところは映らないからね、気をつけてればね。あれだけど、そんなにね、怖がることはないのかもしれないけど、それでもやっぱりね、あれだよね、そういう近くにいるとね、やっぱりね、おっとと思っちゃうよね。なんつうんだろう、やだっていうんじゃなくって、なんか気をつけなきゃなっていう気になるよね、やっぱりね。やっぱり遠くないんだなって。すぐ近くにいるっちゅうかね、だから気をつけなきゃいけないなっていう感じはあるけどね、本当にね。さあ、紫が入りました。次、白です。でもね、結構ね、ちょっと見て、まだまだ余ってんだよねっていうんでね、ちょっとこれね、終わったらちょっと考えてるんだわ、一つ。すぐ編もうかなと思ってるものが一つございます。同じ糸になっちゃうからね、ちょっと見た目的には、ね、見てる人的にはちょっと面白くないかもしれないけど、でも、この毛糸使ってまた違うものをね、ちょっと編もうかなと思ってるんで、多分すぐ編むと思います、この後。終わったら。思い立ったが吉日ですから、やろうと思った時に一番。じゃないとすぐ忘れちゃう。メモってても忘れるっていうか、そのメモの存在自体ね、忘れちゃうから。本当にね、やばいね、記憶力が。いやー、でも本当、毛糸欲しいな。なんかザクザク使える毛糸を買ってこようかな、やっぱり。っていうのもね、ほら、パリ行ってさ、買う時ってさ、なんてお財布と相談しながらさ、こういろいろ毛糸を吟味して買うわけですよ。つまりそこそこのお値段がやっぱりするわけですよ。だからね、そうなるとやっぱりこう、むやみやたらめったらね、ガーッとね、使えるわけじゃないんでね。その点、あれだよね、やっぱりこのコットンの糸っつうのはまあいいかもしれないね、でもね、コットンがね。コットンの糸もっと買っとこうかなって思って、前回行った時に買おうかなって思ったんだけど、また二の足踏んじゃってね。ね、二の足踏んじゃって、本当使うかいな、なんて思いながら二の足踏んじゃったんで、次回こそ買おう、いろいろ。でもね、もうね、冬だからね、冬用の毛糸もね、またね、買わなきゃね。買わなきゃってことないけど。 でもやっぱりね、冬用のやつ買わないと。何やろうかな。ねえ、冬はね、何編むよ、冬は。みんな何編むの？マフラー、ショール系、手袋、靴下、帽子みたいな感じ？いつもそんなもんばっかりだったよ、だから編んでたの。だって冬だったからね、基本的に編み物ね。冬しかやんなかったから。そんなんばっかでもいいけど、そんなんばっか増えてあれだから。今年は何やろうかな、冬は。何がいいかね。というわけで、冬は皆さん何を編みますか？冬用の、あれでも編むかね？ショールでもね。つったらまた、毛糸買ってこなきゃ。毛糸買ってこなきゃじゃん。でもショールとか時間かかるからね。まあでもそれもいいか。それもいいか。ね。全工程を取るわけではないので。なんか最近ね、YouTube でね、あれを見てんですよ。暇な時。動物系のやつをちょこっとね、また見てるわけ。定期的に見たくなるんだよね、動物系ってあれね。でさ、最近さ、なんかフクロウのやつとか見つけてさ、フクロウかわいいね。なんかフクロウかわいいなと思って。あとは何？カワウソ？カワウソもかわいいなって。うちさ、ほら、猫飼えないんだよ。猫好きなんだけど、私猫が一番好きで、猫本当に欲しいんだけど、もうほんと、モフモフしたい。ほんと、モフモフしたい。だけどさ、猫うち飼えないんで、家人が猫アレルギーなんで。で、なんかそれ以外になんか飼えるものないのかなーって思ったらさ、いつも思ってるの、実はね。なんか飼えるものないかなーって。動物いたらだって楽しいじゃんと思ってさ。でさ、なんかないかなーと思ってみたら、フクロウとかさ。え、フクロウって飼えるんだみたいなさ、うちの家人がびっくりしてたけどさ。フクロウとか、あとは、あれだよね、カワウソめっちゃ可愛いと思って。 でもカワウソなんて売ってんの、フランス。猫飼えないんだったら。
ああいう犬はね、嫌なんだわ、犬は。なんで嫌だかっつったら、散歩行かなきゃいけないし。で、それで抱っこした時に硬いじゃん、犬って。ほら、猫の柔らかさを知ってるからさ、やっぱりどんな犬をね、抱いてもさ、やっぱり硬と思うわけ。で、とある人がね、飼っていた犬がね、うちのワンちゃんは柔らかいよって言うからさ、そう、でも犬の硬さだよね、どう考えてもと思ってさ、柔らかいよって抱っこしてごらんよって抱っこしたら、硬ったみたいな。いや、硬いじゃんみたいな。全然違うよって、猫と全然違うよって、猫と比べるからだよって言われたけど、猫と比べるに決まってんじゃんみたいな、猫の柔らかさが欲しいんだからさみたいな。で、なんかさ、結構さ、カワウソってなんか柔らかそうじゃない、なんかあれ。なんか体長いしさ、なんか柔らかそうだなと思ってさ、ちょっとカワウソいいかもみたいな。でも水がないとダメなんじゃないと思って、お風呂場に水溜めといてあげればいいのかなとか思いながら そしたら喜ぶんかなと思って。ねえ、どうしよう、ちょっとカワウソの飼い方とか詳しい人いませんか？ ちょ、カワウソ欲しいんだけど。ほんと。ねえ、どんぐらい寿命あるか知らないけどさ。いや、だからね、一時期はね、ハムスターとかも考えたわけよ。いや、ハムスターって言っちゃうとさ、ほら、ああいうのってさ、あれじゃん。寿命短いじゃん。だから一回飼って、で、もしね、またね、こう、天に召されてね、で、いなくなっちゃったとしてもね、その時に、あ、じゃあしばらく休もうかとか、また欲しいなって、その期間が読めるじゃない、なんとなく。あれって、ハムスターって大体2年ぐらいじゃ長くて。だからさ、やっぱきついかなと思ってもさ、もう3年生きることはないからさ、ね、そうやってなんかちょっと命の短いもの飼ってみてもいいかななんて思ったりもしたんだけど、でもどうなんだろうね、ハムスターとか。むっちゃ可愛いじゃん、でもハムスターってさ。大事にはするよ、もちろん。でもほら、命が短いから、ほらね、そのたんびにこう休憩取れるっていうか、あれどうしようか次とか考えられるじゃん、すぐね。飼ったことないか分かんないね、ネズミ系は。そう、猫とか犬とかはほらやっぱり長いからね。いや、大丈夫ですよ、別に長くたってさ、ねえ、実家で飼ってるし別に問題はないんだけど、でもね、やっぱりハムスターとかね、飼ってみたいと思うんだけどさ、ああいうちっこいのね。でもね、脱走されたら困るよね、どこ行ったっていう話で。 あんなちっこいのね。ウサギも考えたんだけどね、ウサギ家の中で飼うのもねーと思って。いや、いるよ、いるけどさ、昔はでもあれだよね、ウサギってさ、庭で飼ってた人多かったよね、やっぱりね、友達のとこ行くとね。大体あれだよね、みんなあれだよね、犬かウサギかって感じだよね、外で飼う動物っつったらね、ウサギ小屋が、ちっこいのがあって、あ、ウサギいるんだーみたいなさ。で、いつもなんか草とかでむしゃ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 って食べるのをね、こうひたすら並べるっていう 触らせてもらえないっていうね。ウサギってそんな感じだったけどね。でも家の中で飼う人も今多いからね、糞とかどうしてんだろうね。いや、欲しいわ、ほんとカワウソ欲しいわ、なんか今売ってないかな、フランス。ね、どうしよう、カワウソも アレルギーだったら いっぱいアレルギー持ってるから、ほらカワウソにアレルギーあるかどうかなんて分かんないからね。犬もそこそこあるからね、犬本人好きだから飼うなら犬がいいって言うけど、でも犬は実はアレルギー持ってるからね、あの人ね。はい、なんと、最後まで来ました。はい、あと3名編んだら終了でございます。編むのはね、あとは、これだ、これ、これ、問題のこれだ。つけるかな、頑張ってつけてみるよ。で、とりあえず、ね、これ、3名。ここで、はい、これでラストですね。終了でございます。いや、これであとは、審議って、糸処理をして、そしたら、これですわ。つけられんのかな。ねえ、なんて言ったって、何十年ぶりぐらいにつけるから。まあ、とりあえずね、つけたことあるからね。大丈夫だよ、きっと。大丈夫、きっと。で、これでじゃあ、糸処理を、ここに、上に入れるといかんので、こっちですな。ここだけは、もうしょうがないね。ここに入れるわ。
いやー長かった。いや、ほんと長かった、これ。ほんと、一本一本、この色を変えるって、しかも、なんていうのかな、何色も変えるっつうのは、あれだね。時間かかるね。二色とかだったらね、まだね、まだほら、なんか二色だけだったら、こう、引っ張り上げてきたりとかしてもさ、いちいち切らないでね、なんとかなるけど、これ何色もあるとね、やっぱね、7本の糸を引っ張り上げるって良いじゃないね。ね、よし。もうこれでいいや。これでいい。こんな感じで。で、こっち。こう来るからこっちね。ここだ。いや、でもね、楽しかったよ、これ。色吉、色吉っつってね、初め。編み始めたけど、意外とあれじゃない？色吉は色吉でも、まあ、なんとなく、いい感じで、収まったんじゃないかな、みたいな、最終的には。で、そこそこ毛糸もね、減ったしね。これでとりあえず、ここは終了ですわ。でね、これでね、はい、終了。どうすか？こんな感じで、ここまで。ね、とりあえずここまでのサイズを測っとこうか。測ってみよう。とりあえず、脇は24センチ、縦が今んとこ10、あ、でも結局、あれだね。18点、いくつ？ 18 点、まあでも約18センチに収まってるわ。いいんじゃない？予定通り。で、これノートちゃんと入るかどうかこう確認してね、これね。これバッチリよ、ほら。ね。バッチリだわ。いいね。はい。さあ、どうやってつけようかなっていうね、これ長さが長いんで、どっちかを切らなきゃいけない。で、こういう時ってどっちを切ればいいのって思ったんだけど、まあ他のね、ファスナーのやつとか見てたら、別にここなくてもみんなこれで止めてりゃどっちにしろ止まるわけで。なので、まあこっちを残して、こっちを切ろっかなって思ってる。そう。なので、こうつけるか、こう、まあ、つけやすい方向でっていう話になるわけだが、だね。そうだね。これをこうやってつけていく。で、こうつけてって。ってことは、こっちからつけてた方がよくね？ね。こっちからつけてた方がいいよね。右利きなんで。こういう感じで、こっちからつけていく感じ。で、そうすると、こういう感じになるから、こういう感じ。こういう感じだよね。仮止め、そっか。仮止め？え、ちょっと待って、今ね、待ち針実は用意してて。待ち針ね、こんな感じ。バフーニです。はい。バフーニ状態になった待ち針でございます。はい。これをだね、例えば、仮縫いしてもいいかな？仮縫いした方がいいのかな？仮縫い。それとも直接縫っちゃう？最初から。いや。ちょっとでも待ち針打ってみるわ。ちょっとね、こういう感じになるでしょ？ちょっと2本打つか。こういう感じ。こうだよね。おお、怖い怖い。針が出て怖い怖い。で、これをこうやってなるじゃん。で、ちょっとこう見たときに、こうだよね。こういう感じになるわけよね。こうだ。これギリギリ、ちょいギリギリ感のある感じでやりたいから、こうなるじゃん。こうなって、こうなって、こうなって、こう来るわけだね。ってことは、ちょっとここも止めて、こうでしょ。こうつけていく。
ね。こうつけていく。ちょっとこれ中心止めといて、ちょっとこれをちょっとずらすわ。こうしといて、ああ怖い怖い。針怖い。怖いわ針が。で、こっち側はどうなるの？こっち側もこうつけて、こうなるね。こうなるね。こういう感じ？で、こういうんで、ね。引っかかったりしないよね。大丈夫だよね。うん、大丈夫大丈夫。ということは？裏表、表から裏からとさ、表からとどっちからつけた方がいいの？こういうのってどっちからつけた方がいいの？どっちでもいいよね。でもね、でもどっちかっていうと表に気を使わなきゃいけないから当然だけどね。裏からつける？裏からつけるとどういう感じ？でもね、どっちかって言ったら表の方がわからないと思うんだよね。ってことは逆、裏、裏にしてつけよう。なんかチビ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 出てんけどね、これね、端っこが、こう、いいぞ、こういうの出てんじゃん、まだ、ね、ちょっと取っといて一応。ってことはだよ、こうつけりゃいいってことやね、こうつけるってことだよね。こうつけるってことね。ね。難しいね。考え込んじゃった。これちょっと、なんかさ、とあるなんかファスナー付けの動画にここ縫うとかなとかってなってたけど、あれってどうなの？縫った方がいいの？ここ。ちょっとやりやすいかどうかちょっと縫ってみる？これ。ちょっと、縫ってみっか。なんかさ、ちらっと見たんだよね。ファスナー付けの動画。おっと、一応ね、赤いと思ってた。うん、あった。なんかの時使ったんだね、これね。何使ったんだろう。よく覚えてないよ。よし。これちょっとね、これがね、あれだけど、裁縫用の針じゃないけど、これ使っちゃおうみたいなね。出すのめんどくさいみたいな。これ出す時に出せよみたいなね。出し忘れたね。箱が結構なんか、ちょっとめんどくさい箱なんで。ね、どんぐらい使うんだろう。わかんないな。2本で。2本。あ、もう、年寄りには辛いのに、これ。そう。なんて言ったってね、これは、この針を使う、あれだよね。良い点っていうのはね、穴が大きい。はい、というわけで、ですね、携帯が止まったのを利用して、ちょっとその間に、ちょっと取り込む間に、これちょっとつけてみました。こんな感じで。で、ここを縫ってみて、ね、こんな感じ。で、まあ大体、この位置もここでいいんじゃないかなという感じで、こう来てくれるかなみたいな。期待して、ちょっとこれでつけていこうと思います。痛いわ。どうしよう。仮縫いしようかな。いや、しない。しないでいきます。はい。で、なので、こっちからちょっと、ここ、同じとこにね、ずっと入れていけたら、いいわけで。でも、普通さ、こっちって、こう編んで、こう、まあいいか。まあいいや。はい、いきます。で、入れるところはね、もうこのギリギリ、うん、ここに止めていこうっていうね、もうそういう感じで。これで、ちょっと一回返して、この、ね、ここのあたりに、この一番上の鎖編みみたいなね、鎖の目みたいな、この際の下のとこに入れれば、まあ目立たないんじゃないかっていうね。で、裏も一応ね、綺麗に編めるように挑戦。
で、裏、どうしようかな。どうやって編むのがいいんだろう。返して縫うか。返して縫うか、一応ね。こうやって。ちゃんとしっかりつくように。ちょっと普通の針使えよって話だけど、まあ、いっか。いいよね。これで。大丈夫、大丈夫。全然いける、いける。あ、全然いける、大丈夫。はい。全然いける。で、1、2、3、4。ここが、ここ。あ、これもいらないね、これね。そしたら。ね、ここ。これ普通にさ、裁縫やってる人から見たらさ、きっとさ、邪道なんだろうけどさ、半返し縫いでいきます。邪道なんだろうけど、でもついてたらいいんじゃない、それでっていう感じでね。 お裁縫はね、別にね、あれだから、私そんなに増えていってわけではないので、慣れればきっとちゃんとつけられる。でもちゃんとさ、これさ、あれだよね。あ、やだ。ちょっと。ちゃんと毛糸のところをこう拾っていかないとつかないよね。よし。え、これちょっと。これちょっと頑張って。じゃあ、こんな感じでね、ずっとつけていこうと思います。お裁縫はね、お裁縫でね、別にね、嫌いじゃないんですよ、私。嫌いじゃないんですよ。でもなんかほら、洋服作ったりとかって、ああいう、なんつうの、洋裁だの、そういう感じではないけどね。そういう感じではないけど。でもなんかちょっと、なんつうんだろう。作りたいものがあったら、作る。なんかあれば。まあ、ただ、趣味っていうほどではないんで、そんなにやらないけど。でもね、うちの家人の実家からね、ミシンいただいてきたんでね、この前ね。もう使わないっつってさ、使わないのにずっと置いたってさ、捨てないでね。で、まあ、捨てるって言ったら私がもらおうと思ってたんだけど、で、それで、ほら、この流行り病のせいでマスクを作らなきゃいけなくなったでしょ？で、それでさ、なんかちょっとマスクあった方がいいかな、やっぱりなんて。それまでずっと手縫いでマスク編んでたじゃない。マスクをね、縫ってたから、で、それでもしね、じゃあミシンがね、あれですよ、なんかうちの、あ、すみません、やりましたね。大丈夫。うちのね、家人の母親が、もし手放してくれるなら、ミシンをいただきたいって思ってたら、頼んだら、聞いてみたら、いらないって、使わないって言うからさ、これじゃあ、ちょっと、うちでいただくかということで、いつだかいただいてまいりまして、一回使って、またしまっちゃいました。また出さないと。やっぱり、マスクをね、またね、ちょっと作ってくれって言われてるんで、家人に。なので、また出さないと。出してね、作ろうと思ってね。それまで手縫いだったけど、まあ手縫いで慣れちゃうとね、手縫いも楽なんだけどね。すぐ作れるから、その場で、パパッと。ミシン出さなきゃいけないからね、ちょっとそれがめんどくさいけどね。でも、あったらあったで、まあ楽だよね。縫い物するとき。で、マシンもらってきて、マシンとかミシンね。ミシンもらってきて、一番最初に作ったのが、なんだっけな。まあ、以前にも何回か借りてるんだけど、今回もらってきた後に、一番最初に作ったのが、網棒ケースみたいな。網棒をね、こうしまう。前にも、手編みじゃない、手縫いで作って持ってたんだけど、それがね、ちょっとね、こう、なんていうのかな、こう、布があって、こう、パターンパターンして、こっちを縫って、こう、かぶせて、こう、丸めるっていう感じのやつを作ったんだけど、その、かぶせる部分がね、ちょっとなんかね、計算ミスじゃないや、設計ミスで。設計ミスで、ね、ちょっと短すぎてさ。なんか折り曲げた時にちょっと微妙になんかもうちょっと欲しいなっていう感じでずっと作り直したいなーって思ってて、で、それで今回もらってきた時に、お、よしっつって、今回こそ作り直そうと思って、それで作り直したんだよね。そしたら長さをね、布はね、もうね、買ったったんだ、だいぶ前に。日本に帰った時に買って。で、それを使って、
あれですよ。作りました。はい。すっぽり収まって。気分いいっす。ね。でもあれこれでポケットをつけようかなっていろいろ考えたんだけど、でもまたいろいろね、やるとちょっと、あれだから、ごちゃごちゃして、使い勝手が悪くなるとあれだと思って、最初からいろいろつけずに今回はシンプルなやつをちょっとつけて、作って、シンプルに収まっております。網棒、普通の網棒とアフガン針が。収まってます。長さのあるものが。普通のかぎ針はね、なんか市販のね、かぎ針をしまうケースにしまってあるんだけど、普段はね、使わないときは。って言っても最近いろいろやってっから、ね、出しっぱなしだったりもするんだけど、それにしまってるんだけどさ。でもなんかそれもなんかね、ちょっとね、別のものをもっとシンプル、もっとなんだろうな、なんか作り変えようかなと自分で、うん、市販のものも便利かと思ってね買うんだけどね、なんかやっぱりさ、こう既製品だからさ、そこの既製のものでそこに収めなきゃいけないっていうのがあるから。でもね、自分で作るとなるとね、ああこここうしたい、ああしたいってね、いろいろね出てくるからね、やっぱりね、うん、じゃあね、ちょっととりあえず怖い。つかね、かぎ針はね、もうシンプルななんかこうね、入れ物でいいかなって、なんかあんな行々しいかぎ針入れようのなんかこういうケースじゃなくてもいいかな、なんて。つかね、場所取んだよ、それ。場所取るからさ、ちょっと、こんなに場所いらないだろ、かぎ針しまうのにと思って。うん。なので、ちょっと、もっとシンプルな、ね、がま口でも使って、ね、作り変えようかなと。なんかちょっと思ってるわ。そのうち作るわ、きっと、うん、じゃあね、ちょっとこれで完成に向けて、これつけていきます。はい、こんな感じ。一応マスクついてます。素晴らしい、ね、これ性格現れるよ、こういうの性格現れるけどね。はい、じゃあちょっと頑張ってつけます。はい、というわけでつきました。じゃん、じゃじゃん。ですね、ちょっと中はね、あれなんですけど、ちょっとこの辺がぐちゃぐちゃしてるけど、まあ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 、これは後でちょっとなんとかするわ。もうちょっとマシな風になるようにね。うん、なんかまあでもとりあえずついた、ついた、ついた。でここはね、こいつも普通だったらこうやって折り曲げてこうやって縫い付けるじゃん、布とか。縫い付けようと思ったら、え、縫い付けられないと思ったから、気持ち。こう下ろして、ここちょっとね、合わせるためにここも縫っちゃえと思って、ここ縫ってちょっとね、こんな感じでね。うん。で、まあ、ぴったりですよ。ぴったり。まあ、ほら、見て。こんな感じで。ね。なんか邪道な付け方したかもしれないけど、それでも外から見た目はなんかちゃんとついてるけ、みたいな。うん。まあまあ、邪道かもしれないけど。まあまあ、ほら、自分のもんだからね、俺ね。うん、こんな感じ。まあね、赤い糸使ってこうやってここをね、縫っちゃってもいいのかなと、ちらっと思ったけど、まあ次回はね、なんか、ちょっとね、うん。もうちょっとこの辺考えてやってみようかなと。なんせこれ、そうだね、ちょっと考えただけでも、何年ぶりだろうね、30年ぶりぐらいで、ファスナーつけたから。でもね、ファスナーね、まだね、あるからね、これ、ね、ファスナーポーチはね、作るつもりでね、いるんだよね。だからちょっと、ファスナー、もうちょっと、時間かからないように。結構時間かかったわ。これ中もね、一直線にこうやってね、ちゃんと、こうやって、縫って、ね。でもいいよね。このファスナーはさ、ちゃんとボコ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 してんのがあるからさ、目安になるじゃん、ここずっと。ほら、ミシンで縫うときもそうだけどさ、手で縫うときもあれだからね、まっすぐ編めるからいい。まっすぐじゃない。まっすぐ、縫えるからいいやと思って。まあこんな感じで着きました。さあ、じゃあ、これで、ね、英語のものがサクッと入るのかっていう話でね。ね、ほら、入りますよ、ほら。入りますよ。これ、このサイズで。これですよ。これが良かったんです。ね。見事に入ります。やった。というわけでですね、今回はですね、こんな感じで色吉な感じのファスナーポーチを作ってみました。どうですかこの色色、すごいねこれね、派手だね。
いやでもまあいい感じにできたんじゃないかなって私的には思うんだよね。うん、なかなかしっかりした感じでできたし、コットンのね、あの糸もね、なかなかこう使い勝手がいいなと。中はね、ちょこ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 、もうこれは出てきちゃう。ね、糸処理関係上しょうがないなっつう感じでね、もうしょうがないよこれね、うん。また切ったらどうせ出てくるからさと思って、もうこれでいいわ。うん、で切れるところは全部切った。というわけで、こんな感じで、今回も、出来上がりましたよっていうね。はい。完成。というわけで、今回はね、ここまで、最後まで、ご覧いただきまして、どうもありがとうございました。ですね、今回は、おやつはなかったな。うん。おやつはなかった。でも、とりあえず出来上がったので、私は幸せです。はい。ハッピー、ハッピー。というわけで、じゃあ、あれですね。今回はここまでということで。じゃあ、さよなら。